チェンジ戦国政宗。柴三郎。いた。どこ行ってたんだよ、柴三郎。はじめましてだわ、政宗様。ワンワンランドからやってきました、影綱だわん。美少年戦士プリ侍を探しにやってきましたわん。政宗様こそ伝説の戦士プリ侍だわん。うちの柴三郎は？柴三郎様のお体は影綱めがお借りしておりますわん。残念ながら柴三郎様はいらっしゃらないわん。サイですか？サイですわん。なんなんだあれ。一気だわん。え、変身だわん。ちょっ、采配を振り下ろしながらチェンジ戦国って叫ぶわん。何してるわん。早くやるわん。わかったよ。チェンジ戦国。柴三郎、影綱。影綱。柴三郎。影綱。柴三郎。影綱。悪意を感じるわん。柴三郎、ずんだ餅食べるか？影綱はワンワンランドに帰っていった。天下統一がなされ、戦国時代が終わったため、もう一騎は現れないのだという。影綱は柴三郎の体を明け渡した。柴三郎が戻ってきたのは嬉しいけど、影綱がいないのはやっぱりちょっと寂しい。政宗様。影綱？帰ってきたわん。帰ってきたってお前、ワンワンランドに帰ったんじゃ。天下統一されたから限界できるようになったわん。ただいまわん。政宗様。影綱。